おはようございまっちょ、フォルテです。シャキーン。本日は皆様に重大な発表がございます。僕、フォルテ、ついにオーケストラと共演決定。素晴らしいことです。皆様に対する感謝をね、どうにか音で返せないかなと思い、僕のね、今年の目標でもあったラフマニノフピアノ協奏曲第2番を勉強するというね、お約束もあり、せっかくだったらオーケストラで音楽を返したいと思い、今回特別にオーケストラを結成することとなりました。そのコンサートの名前は名付けて、フォルテムキムキ大感謝祭。そうです、大感謝祭です。どんだけ感謝してるかと言いますと、もうこのね、ラフマニノフのためだけに、オーケストラを集めて、そして一部では音楽仲間を集めて、12月12日に中野ゼロ大ホールというところで演奏します。そしてさらにファツよりも持ち込んでもらいます。めちゃくちゃ豪華です。もう本当にね、もうこんな豪華なコンサートはないというようなね、もうレベルのコンサートを今回実現することとなりました。ラフマニノフピアノ協奏曲第2番は僕の今年の目標にしてました。ですので、その集大成とも言える12月12日にコンサートを決定しました。今回は指揮者は僕の高校の同級生の友達でもある米田さとしくんという方にお願いします。彼は今プロの指揮者として活動してますが、もう高校の時からいつか一緒に共演しようなってずっと話をしてて、もう何度もね、高校の時から僕ん家に泊まったりするぐらいすっごい仲いい友達で、ついに今回それが実現することとなりました。また YouTube で紹介させてもらえたらなと思うんですけど、すっげえ面白い方です。まあ僕の友達なんで、そこは保証します。そして一部では僕のソロも演奏し、僕と塩田も演奏し、僕と高松愛ちゃんも演奏し、僕と血の哲太くんも演奏します。僕が今まで YouTube でね、活動してきた中で携わった音楽家とどうにかね、コンサートをやりたいということで、もう一部では、まあ、音楽仲間と僕がセッションし、二部では僕がラフマニノフピアノ協奏曲第2番を特別にオーケストラ結成してやることとなりました。フルオーケストラですよ、これ。皆さん本当にすごいことです。これはね、米田くんのやっぱりね、力もあり、今回は特別なオーケストラとなります。米田くんが普段指揮者として活動しているということもあり、いろんなね、知り合いの方を紹介してもらって、今回ムキムキオーケストラということで特別に、結成し、一緒にラフマニノフを演奏するという、そのためだけに集まっていただくというね、本当に豪華な形となりました。東京の中野ゼロ大ホールというところで演奏します。12月12日です。日曜日です。もちろん会場にね、来られない方もいると思いますので、それを配信コンサートという形でも、皆様にお届けさせていただきます。同時配信です。リアルと配信同時です。めちゃくちゃ、もう本当に多分自分の中でも今後経験できないぐらいの、もう本当に豪華なコンサートができるということで、めちゃくちゃ楽しみですので、ぜひとも皆様チェックよろしくお願いいたします。チケット販売はこちらです。楽しみです。もうこんなね、もうこんなに嬉しいことがあってもいいのかというぐらいね、もう頑張りますので、皆様ぜひともチェックよろしくお願いいたします。